はいどうもこんにちは、日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで本日もやっていきたいと思いますけども、今回はですね、開幕したということで3月4日本日から来ている J リーグの FP レベマ紹介していきたいと思います。で、今回はこちらの11選手ということで、セレッソの方から2人、来たということになりましたね。瀬古選手と大久保嘉人選手と。 J リーグはもう2試合行われていますが、2試合目というか11節だったかな。いや、あのゴール素晴らしかったですね。1点目、いや、フロンターレ戦で見せたあのゴール素晴らしかったんじゃないかなと思いますが、ということで、まあ今回はこちらの11選手が開幕節から登場したということになりましたので、しっかり紹介していきたいと思います。で、最後にですね、自分の方でもガチャ引いていきたいと思いますので、最後までご覧いただければと思います。ということで早速見ていきましょう。どうぞ。まずはヴィッセル神戸、山口ホタル選手ということで来ましたね。古橋選手か、まあ、前川選手来るかなというところで、今回はホタルが登場ということになりました。で、ホタルに関しては基本的にプラス2からプラス3上がりまして、フライパスがプラス6、ディフェンスエースボールダッシュがプラス6ずつという形ですね。まあ、ディフェンス系の能力値しっかりありますし、パス系だったり、スピード瞬発も77、で、スキルにワンタッチパス今回追加となりましたので、J リーグ FP スカットでは使っていけるかなと思いますし、ワンチャンガチスカ起用も個人的にありなんじゃないかなと思いますので、ぜひ使っていただければと思います。ということで、続きまして、名古屋グランパスの方からは、マテウス選手ということで、まあ、グランパスからマテウス選手登場というところもそうなんですけども、グランパスとね、ガンバ大阪の方で、コロナウイルスの感染者が出たということで、いや、グランパスの対応というか、神対応でしたね。今回のマテウス選手に関しては、開幕節のね、マテウス選手となっています。基本的にプラス2からプラス4ですね。で、中でもドリブルプラス6、スピード瞬発もプラス6、プラス7という形になりました。で、今回スキルにワンタッチシュートが追加となっています。ということで、前回の11月19日、こちらのマテウスと比較していきたいと思いますが、ドリブル3上がり、スタミナ3下がりという形ですね。まあ、今回ワンタッチシュート持っていますので、個人的には今回の方がいいかなというところですね。ということで、続きまして、川崎フロンターレの方からは、家永選手ということで、家永選手、しっかり登場したということになりました。まあ、ヘッダーもしっかり追加されたというところで、ボールコントロールプラス7、決定力プラス7という形ですね。で、レビマ総合値なんですが、総合値に関しては、計算では出せないというところもありますので、ぜひレビマにされた方はね、教えていただければと思うんですが、前回のベスト11の家永選手と比較していきたいと思います。ご覧の通りですね。まあ、ベスト11がね、1レベの総合値が84ということですので、まあ、これは、ベスト11の方を持っている方は前回使っていただければと思いますね。ということで、続きまして、ベガルタ仙台の方からは、ヤコブ・ソビックということで、いや、本当に素晴らしいゴールキーパーだなと、今シーズンも思わされた開幕節だったんですが、まあ、GK 能力もしっかりありますよね。キャッチング、クリアリング、ディフレクティングがプラス7ずつ、キャッチングとディフレクティングに関しては90代後半まで乗せていますし、で、J リーグのゴールキーパーはやはりここかなと思いますが、スピード瞬発だったりがね、しっかりあるというところは面白いんじゃないかなと思いますけども、まあ、スキルが何もないというところが若干ネックな部分ではあるのかなという印象ですね。ぜひ、ベガルタサポーターの方は、ゲットしていただければと思います。ということで、続きまして FC 東京の方からは森重選手ということで、森重選手に関しては基本的にプラス3からプラス4ですね。で、ヘディングがプラス6、フィジカルコンタクトプラス7、で、ボール出しもプラス6ということで、森重選手に関しては J リーグの選手の中では珍しい根腕6ということで、ここはかなり大きな部分かなという印象ですね。ということで、続きまして、サガン鳥栖の方からは、エドゥアルド選手ということで、基本的にプラス1からプラス3上がっています。プラス4もちらほらというところなんですが、フィジカルコンタクトプラス5、アグレッシブスプラス6という形ですね。で、スキルに今回、闘争心が追加となっています。ということで、前回の11月19日のエドゥアルド選手と比較していきたいと思いますが、ボディコンプラス3、アグレッシブスプラス3、ディフェンスエースボールダッシュはマイナス3ずつという形ですので、これは個人的に前回の方がいいかなという印象ですね。ということで、続きまして、浦和レッズの方からは、阿部選手ということで、レッズから来ましたね。ということで、しっかり紹介していきたいと思いますが、基本的にプラス4からプラス5、で、フライパスがプラス8、で、ディフェンスエースプラス8という形になっています。で、プレスキックもプラス8という形ですね。で、今回スキルにワンタッチシュートとバックスピンロゴが追加となっています。ということで、続きまして、セレッソの大阪の方からは、アンダー23にも選ばれています、瀬古選手ということで、基本的にプラス4からプラス5ですね。フライパスがプラス7、フィジカルコンタクトプラス7、ディフェンスエースプラス8ということで、まあ、かなり若手の選手ですので、しっかり能力値も上がったんじゃないかなと思いますが、これ、サイドバックいけたらワンチャン勝ちスカッありだったんじゃないかなと、個人的には思いますね。で、今回、スキルにバックスピンロブが追加となっています。
ということで続きまして清水エスパルスの方からは後藤選手ということでセカンドトップですね、基本的にプラス1からプラス3というところでヘディングプラス6、瞬発力プラス6、スピードプラス4という形になりました。まあ何より今回スーパーサブが追加となっていますので、ぜひまあエスパルスサポーターの方はそうなんですけども、他のね JFP の中でもかなり強いスーパーサブの選手かなと思いますので、ぜひゲットしていただければと思いますね。ということで続きましてセレッソ大阪の方から大久保嘉人選手ということで来ましたね。基本的にプラス3からプラス4上がっています。で、決定力プラス7、ヘディングプラス7、ジャンプがプラス7という形ですね。まあ38歳でレベマもね、18レベマでしか上がれないので、そこまで能力値上がっていないかなと思いますが、スキルにヘッダーが追加となっていたり、もともとワンシューだったりチェイシング持っていますので、まあ追加スキル等でかなり化けそうな選手ではあるのかなというところですね。ぜひゲットしていきたい選手の一人かなと思います。ということで今週ラスト、北海道コンサドーレ札幌の方からは金子選手ということで、基本的にプラス3からプラス4上がりました。でドリブルがプラス6、決定力プラス6で瞬発力がプラス7という形ですね。で今回スキルにシザーズが追加となっていますね。ということで本日は J リーグ FP こちらの11選手紹介していきましたけども、いかがでしたでしょうか。早速自分の方でもですねガチャの方を引いていきたいと思いますので、それでは早速そちらの模様いきましょう。どうぞ。さあということで自分の方でもですね、まずはアプリの方で引いていきたいと思いますけども、頼むぞ J リーグ FP ということで、 JFP は一番ラストにして、まずは週間ですね。週間で当たりで言うと個人的にどんなルンバ持ってないですし、あとはルベンディアス、この2選手、個人的にこの2選手ですね。でボアドゥに関しては前回のボアドゥ持っていますのでいらないかなというところで、チャンピオンズリーグ CL に関しては、ムシアラかな。やっぱりムシアラ欲しい。で、あとは、ムサマレガとかも欲しいんですけども。で、J リーグ FP ですね。いやー、もう、山口大太選手を。もう、本当に、先に言っておきますけど、山口選手以外だと、かなりテンションが下がるかなと思いますんで。で、まあ、山口大太選手、ワンパも追加されていますんでね、このホタル、狙っていきたいですね。ということで、個人的に J リーグ FP ラストにしまして、チャンピオンズリーグから引いていきたいと思います。頼むぞ。まず、ムシアラね。レベマ総合で99ですから。いや、むしろ、いやー、イングランドか。イングランドだと誰がいるんだ？おー、チェルシー、ジルーか。なるほど、なるほど。まあ、ジルー、ガチスカ起用っていうところがどうなのかなと思いますけど、まあ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 、いいでしょう。さあ、ということで、チャンピオンズリーグ2連目いきますか。いや、その他ヨーロッパに落ちてほしいな。その他ヨーロッパだと、ダブルタッチ付きの10でか、ムシアラなんで。いや、ムシアラ欲しいな。さあ、頼むぞ。どこ、うわー、でも、ムサマレガか。いや、ムサマレガワンチャンありですよね。スーパーサブ持っててフィジコンボディコンかなり高くデコイランの選手ですので、個人的にありなんじゃないかなと思ってますね。さあということでチャンピオンズリーグラスト、頼むぞムシアラ。いやムバッペに関しては持ってるんで、ムシアラ頼む頼む。その他ヨーロッパ、うわイングランドか、マジか、くうおアスピリクエーター、チェルシーサポーターならめちゃくちゃ嬉しい引きなんだろうけど、前回の周回 P のアスピリクエーター持ってるんですよね。まあチャンピオンズリーグの方は、どうかな、ムサマレガだけかな正直。まあジルーとかも使ってみたら面白いかなと思いますけど、まあ早速リーグ戦の方の周回 P 引いていきたいと思います。どんなルンマ、イタリア、オッケーオッケーオッケー。さあ頼むぞ、どんなルンマ来い。あールカクか。いや、どうだろうな。個人的にね、週刊クラブセレクションも持ってますので、いや、これはこっちがいいかなと思いますね。まあ、オフェンセンス決定力ともに97なんで、今回のルカク個人的にかなり強いと思ってますね。さあ、ということで、いやー、イタリアに落ちてどんなルンマ欲しい。で、プレミアでもありですね、ルベンディアス狙っていきたいところなんで、さあ、頼むぞ。お、イタリア、セリア、さあ、頼む。ジャンルイージ、どんなルンマじゃない、デパウルか、これは。いや、デパウルかなり召喚いいんですけど、前回の持ってるんですよね。っていうか、投票でもゲットしたし、どんだけデパウル来るんってぐらい来てますけど、まあまあまあいいでしょう。ラストにルベンディアスかどんなルーム当てたらいいのよ。さあ、ということで、頼むぞ。イタリアか、イングランド。さあ、頼む。さあ、どこだ、イタリアセリア、頼む、ジョッジどんなルーム。まあまあまあ、すべてはここへの布石だったと。いうことで引いていきましょう。もう大久保嘉人選手も欲しいよ。確かに欲しいけど、ホタル。もう、現ヴィッセル神戸ということでね、ホタル来てくれ。頼むぞ。さあ、J リーグ間違いなく来るでしょう。さあ、ホタル以外だと、めちゃくちゃテンション下がりますね。他のサポーターの方、申し訳ないかなと思いますけど。頼む本当に昨シーズンもね、一回も当てれてないので、さあ頼むぞ、ホタ！うわ、ちょっと
とこの引きは、嬉しいよ。嬉しい。うん、元ヴィッセルだし、13番だし、嬉しいけど、うん。まあ、元がね、元ヴィッセル神戸が来たということは、元も来るでしょう。さあ、頼むぞ。頼む。マジで。マジで来てくれ、ホタル。もう本当に今シーズンはいい引きしたい。頼む。ヴィッセル神戸、山口ホタル選手、お願いします。ドン!なー!くー。